覚えてる？江口くん、修学旅行の時言ってくれたこと。その先は絶対言うのよな。言う時が来たら俺から言うからさ。私と江口くんはあそこから時の流れが消えてしまったみたい。江口くんも私ももうすぐ卒業です。何よ、あんたこそ何よ。先輩、喧嘩はやめてください。もうやってらんないよ。あ、投げたね。あんたファイルを投げたわね。ちわ、ほんと津山先輩とかがいないと何にもできないんだから。何よ何よ、そのこと根性なしなんてよく言うわよ。ちょっと喧嘩やめなさい。あんたに言いたくないわよ。喧嘩はやめなさい。どうしたどうした。何よ、あんたなんか目が小さいくせに。何よデブ。何よデブよ、あんたともう気力なんか違わないわよ。やめろよ。なんだなんだ、やめろやめろ、喧嘩なんてみっともねえ。ねえ、今まで黙ってたけど、タミさんの足の指が臭い。先輩たち、本当にやめてください。待て、貴様が職員室のバーナーを全部食ったことは明白だ、このエムちゃん。うるさい。3年生になって部長になるの少し大変だなって言ったんです。そしたら大久保さんが根性なしとか甘ったれとか言うから。違うね違うね、部長なんかやるの嫌だって言ったじゃない。あんたみたいなのがいるから部長が大変で嫌になりそうだって言ったのよ。やめなさい。島田さん、この間の投票で1位になったんでしょ。ダメよ、しっかりしなくちゃね、江口くん。はあはあ、チェアさん、歯の間からバナナ出せる？江口先輩は部長引き受けた時どうだったんですか？やっぱり少しはプレッシャーあったでしょ？津山先輩が副部長になった時の話聞いた方が早いわよ。そうね、1年生の間はあんまり江口くんと話したことなかったから。江口くん、いつも後ろの方でふんぞり返ってたし、不安は随分あったわね。そうですよね、江口先輩って話しないとすごく怖いし。江口先輩はその頃津山先輩のことどう思ってたんですか？何？バナナのお仕置きは済んだんでしょ？うん、ひょっとすっと桃がバレたのかもしれんな。はあ、色が白くて髪留めが少し茶色っぽくて外人みてえだなって思った。そんで芯がありそうなのに結構泣き虫で、最初あんま話できなくてつまんなかったな。何今の？津山先輩の最初の印象じゃない？さて、これからどうすんよ。しげさんとこ寄ってっか。あれ、桜井じゃねえか。ん、桜井帰んべえよ、俺ら手芸部にいんから。ああ、桜井と一緒にいんの飯村だべ。えふみの院長の飯村西郷。江口さんところのクラスの院長がなんで桜井と一緒にいんのよ。できてんのかな、二人。いてなあ、俺やっぱうまく言えないけどよ、
なんてか、やっぱよ。そこまで思うなら、言っちまった方がいいんじゃねえか、江口さんに。うん、そうね。やっぱりそうかな。そうよね。お疲れ様でした。江口さん、桃のお仕置きはもう済んだんすか。ああ、みかんだけはバレんかった。石川さん、お願いがあるんすけど。ん？ボンタンいただけませんか。石川さんくらいのハイウェイ作ると高いっすよ。バカ野郎、俺だって銭出して頼んだんだぜ。すいません、じゃあ3000円で買いやす。安いな。5000円。あげちゃえばいいじゃない。どうせしげさんにもらったんでしょ。あの人たちなんかがそうだよ。湘南爆走族。バイクで走ってる音はよく聞くけど、顔は初めて見た。やだな、おっかないんだろうな。大丈夫だよ、俺たちと入れ替わりで卒業するんだから。今日もしげさんとこ寄ってきます。そうな、俺ションベンすっからエンジンかけといて。はい。江口君。おう、飯村さん。何？飯村ってちゃんと呼んでね。江口くん、私聞いてほしいことがあるんだけど。うん、ああ、教室のカーテンが真っ黒になってることだべ。悪い、俺が手拭いてんだ。ロッカーの上に学食のカレーの皿置きっぱなしにしてたことか。何？あのね。うん。江口さん、さよなら。お騒ぎします。ああ。で、何？後ろに乗せてね。ん？おお、いいよ、いつでも。パッサルでも GS でも構わねえぜ。パッサルの荷台だと2サイクルでケツがしびれて肛門痒くなっけど。大丈夫、私お尻の肉厚いから。んじゃ、重さであんこ出ねえようにシート補強しとくよ。じゃあね、さよなら。みゃん、ブルルンブルルン。あれ、どうしたんだよ。泣いてんだよこいつよ。
なんだよ、振られたのかよ。ねえねえ、俺たち付き合ってもいいよ。何よ、あんたたち何年生？関係ねえべよ、そんなの。おいおい、こいつ鼻汁まで垂してるぜ。いやー、汚ねえ。ブスが汚くなったらもう男なんて寄ってこないよ。やめとけよ、かわいそうだろ。あ、待てよ。ああ、しょうがねえな。おいおい、なんだこれ。おい、何よ。ラブレターだよ。返して。読んでみろよ。なになに。やめて。はい、行け。なんだってね。てめえら、半端やってんじゃねえよ。なんだこれ。殺すぞてめえ。なんだてめえら。女の前でいい格好なんざしようとするからだよ。なめんなよてめえら。ほらどうしてくら。殺してみよ。え？ナミコの桜井って、おい、蝶爆の桜井じゃねえのか。やべえやべえよ。警察？ええ、事情聴取ってことで、相手は 4,5 人だったらしいんですけど、そのうちの一人をこっぴどくやっちまったらしくって。それが桜井のやつ、何を聞かれても答えないらしいんですよ。まあその辺があいつらしいんですが、もしかしたら刑事事件になるかもしれませんな。そんな、もしそんなことになったら桜井はどうなるんですか。卒業はまず難しいでしょうな。バカな。江口さん。あ、なんか分かったか。はい、それがどうも桜井が喧嘩した相手ってのは一軸館長らしいんすよ。何？多分桜井が一人だと思ってつまんねえちょっかい出しやがったんですよ。はあ、上等じゃねえか。落とし前つけに行きますか。当然だべ。うちら舐めたらどうなるか見せてやりましょうよ。もういいよ。ん？桜井。桜井だってお前。もう終わった。ご心配おかけしました。カッコつけよ。聞いたか、桜井が派手な喧嘩して警察沙汰になったって。自宅謹慎中だろ今。なんか卒業やばいらしいぜ。
バカなことするよな、この時期によ。失礼します。飯村、どうした？あの、桜井くん、卒業できないって本当ですか？いや、それは、もし刑事事件になるようなことがあったら、その可能性もあるというだけだ。私のせいなんです。桜井くん、私のこと守ってくれたんです。お願いします、桜井くんを卒業させてあげてください。桜井くん、私のためにあんなことしたんです。エリさん！だよ、うるせえな。桜井、卒業できます。は？今知らせがあってな、刑事事件にはならなくて済んだそうだ。当然っすよ。事情をよく調べたところ、向こうが一方的に仕掛けてきた喧嘩だったらしいし、うちとしても厳重な注意をするだけで特別な処分はしないことにした。いやっやった。先生、ありがとうございます。早く桜井くんに知らせてあげなさいよ。あ、よかった。私のせいで桜井くんが卒業できなくなったらどうしようと思って。ああ。ありがとう。それよりいいんか？何が？手紙渡さなくて。もういい。3年間ずっと一つのことを思い続けるって長いのよ。やっぱり一瞬で結論出ちゃうの怖いから。ねえ桜井くん、湘南爆走族って桜井くんから見てどんなチームなの？難しいな。走りの雰囲気を BGM で考えるとよ、アキラがロックンロールな、ガシャガシャギンギン無菌なんから、原沢が演歌でよ、丸はアニメソングだな。悪い。俺は民謡かな。江口君は？あの人はワルツだよ。それ修学旅行の時の写真だろ？うん。他にもたくさん江口くんの写真あるけど、この一枚特に愛着あるんだ。私の恋のシンボルかな。桜井くん、私忘れられるかな。俺たちに明日があんのはよ、次の場所に行くためなんだぜ。思い出にしまえよ。二度と思い出せないように忘れるんじゃなくて、いつでも取り出せる思い出にしろよ。さよなら、私の江口くんへの3年間。ナミコに入るの？見学？ん？手芸部に入んなよ。手芸のえっちゃんがいたところよ。はあ？何それ？手芸のえっちゃんなんて知らねえよ。素敵な突っ張りのことだぞ。知らねえったら知らねえよ。ロッケンローラーはそんなダセ部活やんねえよ。高校入ったら毎日パーティーして適当にやるんだよ。新入生があんなのばっかじゃ、こりゃ向田先生燃えないだろうな。
波高も普通の学校になっちゃうのね。私たちの代が一番楽しかったんじゃないかな。いっぺんにみんながいて。津山さん、屋上鍵開いてたよ。上がっといでよ。うん。私高いとこダメ。はい、津山さん、ほら。津山さん。え？俺ね、ほら、君たちもう帰りなさい。あ、はい、すみません。津山さん。え？津山さん、俺ね、津山さんが好きだ。よかった。送らなくていいの？本当に。俺ね、津山さん好きだ。電話、またターコだろ。兄ちゃん9時に友達からかかってくるんだからな。長電話すんなよ。はいよ。はい、三好です。ああ、やっほー、どうしたの？え、そう、好きだって言ってくれたの？何泣いてんのよ。こら、よしこ、あんた3年間も待ってたんでしょ。ダメよ、笑って泣くっちゃ。泣くことないでしょ。つられちゃうわよ。おめでとう、よしこ。あら、9時になったわよ。タコの友達に恋人ができた方が大事なんだって。ダメよ、あんたも泣き虫も一緒に卒業しないと。
よしこ。いいか、てめえら、最後の夜だ、死ぬ気で行け。今度こそ小爆を潰す。苦労し続きで卒業できるか。てめえらだってやられっぱなしで落とし前つくはずやんねえだろ。はい。死ぬ気で行け。湘南ナンバーワンとチームがどこか思い知らせてやるんだ。少女、全員揃いました。いつでも出発できます。おう、最後の土曜だ、気合い入れろよ。行くぜ、地獄の軍団。全開で行こう。がうるさいわね。うるさい。こちら20号マルソー発見、地獄の軍団です。80台はいます。こちら16号、もう一つマルソーを発見しました。今日はよく出るな。どこだ。湘南爆走族です。切符を頂戴しろ。モモさん張り切ってますね。モモさん、今日の集会の情報を聞いて3日前から徹夜で張り込んでたんだ。手島、後ろのおっさんをなんとかしろ。おい後ろ、おっさんをなんとかしろ。いや、後ろなんとかしろ。後ろなんとかしろ。後ろなんとかしろ。なんともならんな。おしりペンペン。くそー、待てーから。てめえら、てめえら、おー、やるか、てめえら。突っ張って走ってんじゃねえよ、こら。ベーケ、ベーケ、ヘヘー、だった、こら。ちくしょう、舐めやがってあいつら。おい、タコ殴りにしてやれ。こちら02号、一軸艦長を15人捕まえた。こちら50号、サンポールを40人。36号、こっちはピコレット12人だ。こちら桃山、湘南爆走族はわしが引っ捕らえる。わしが引っ捕らえるぞ。モモさん、マイクが壊れますよ。江口、高坊主ども、年貢の納め時だぞ。
小遣ってめえら。はい、だいたいおまわりに散らされて何とか残ってんのは幹部くらいっすけど。あれ権田さん、江口たちっすよ。締めに行きましょうか。今日はほっとけ。え、でも奴らをぶっ飛ばすのはいつでもできる。だから今日という日は一日しかねえってことよ。もう一回集会行くぜ。ついていきますよ。何時まででも。チーム湘南爆走族や。そんな変じゃねえけどよ、おめえはそれじゃ極道もんだよ。なんだよなんだよ、てめえまでくねえろ。ねえねえ、江口くん、見て見て。これがどうかしたんか。笑えば一生、我慢しないで笑えば。江口さん、マル見ませんでした？マル、マル。おかしいな、どこへ行ったのかな。ここにいんぞ。あ、なんだ、あれ、桜井くんのお父さん、こんにちは。おい、アキラ、俺がこんな頭しててそんなにおかしいか。セイク、ほらほら、お前ら、式が始まるぞ、入ったに行け。原さん、おめえさっきから何そわそわしてんだよ。いや、そのん、飯村さん、頭切ったんか。ん、頭じゃないわよ、髪の毛でしょ。似合うじゃん。江口くんはそのままなのね。ずっとそのままでいてほしいな。あ、津山さん。江口くん、おはよう。元気？卒業生は会場に集まってください。式を始めます。あー、いい風だな今日は。ほんといい風。海で昼寝したら気持ちいいぞ。マル、頭風邪ひかさねえようにな。でっけえお世話ですよ。違うよ、みんな。私たちが一番初めにこの校門をくぐった時からずっとずっと3年間この風は吹いていたのよ。私たちはこの風の底で暮らしていたの。そして今日がその学校生活の終わる時です。皆さんが入学した時植えてもらった3本の木は立派に成長したことと思います。根気、勇気、そして元気、それらを十分に使ってこれから頑張ってください。続きまして PTA 会長の奥野博之氏よりお祝いの言葉をいただきます。今日は富士山がとても美しく、ミノア。次に卒業生の当時、
卒業生代表。花沢。なんだあいつ。小泉洋一君。はい。私たちだ。石川。私たちはこの学び屋で3年間という10代後半の一番大切な時を過ごしました。江口友と語り、スポーツに汗を流し、理想を求める精神の活動をし、勉強をしてきました。私たちは忘れることはできないでしょう。そしてこの学び屋で育んだものをきっと将来に役立てていきます。先生方、本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。さようなら、波打ち際高校。ハハハ。おい、お前ら。今日中ならお礼参り受け付けるぞ。今年で返り討ち100人達成を狙ってるんだ。遠慮しときます。なんだつまらん。この卒業証書が偽物だったってんなら考えますけど。ベーケル、本物だ。これ以上おめえらみたいのに学校にいられて食べるか。頑張ってね、部長。はい、先輩も頑張ってください。ご卒業おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。先輩、今までいろいろありがとうございました。てめえら何しゃっちょこばってんよ。照れくせえな。先輩たちがいなくなると大変ですけど、波高の根性だけはビッチを守ってきますから。自分のハート大事にしろよ。負い目作んねえように頑張れよ。作っちまったら倍にして返してやれ。女にギャグ飛ばしすぎんじゃねえぞ。彼女できねえぞ。はい。こら、こんなところで何をたむろしとるんだ。卒業式は終わったぞ。早く帰れ。お世話になりました。うん。江口、たまには遊びに来るか。おい江口。聞こえんかったか。おーい、原さんが車乗ってきたぞ。ほんとかよ。いつの間に免許なんて取ったんよ。もう 1,2,3 でみんな一緒に校門出ようって言ったのに。よう、悪い悪い。注文していた車が届くの今日だったわんでよ。ほう、原さん立派なもんじゃねえか。ほれ、おめえの分の卒業証書。セコで10万だけど満タンだぜ。ドライブ行くべよ。運転大丈夫かよ。行こう。あの、すみません、津山ですけど。おお、津山さん、卒業すると急に大人っぽくなるわね。はい、これね。ありがとうございます。中見ていく？教室は誰もいじってないから。はい。
津山さん。後ろの席、江口くんの指定席。でも江口くんが学生服着ているわけないじゃない。思い出ここに残ってるんだね。中庭工事するのかな、アスファルトをきれいにするのかな。あんなことね。バカよ。残ってる、あっちにも。いるの、みんな。どうしているような気がするの。扉を開けたら、この中の私の思い出は外の空気が流れ込んでチリジリになってしまうんだろう。高校生活、楽しかった3年間をありがとう。私たちは目いっぱい輝きました。本当に喉が裂けるくらいに大声で叫び、お腹がよじれるくらい笑い、顔をくしゃくしゃにして泣いて、足腰がくたくたになるほど仲間と遊んで、そしてほんのちょっぴり自分に自信が持てる程度勉強してきました。だから卒業した私はこの扉を開ける。楽しかった思い出を解き放って、そして行くんだ、次の場所へ。
お邪魔しました。どうだった？また遊びにいらっしゃいね。もう江口君、いつになったらその髪の毛の色やめるの？まそのうち気が向いたらな。おい、江口はこの頃どうしたんだ？全然姿を見せんじゃないか。またその話ですか。知りませんよ、もう。ったく、石川や丸川や桜井に原沢も春からぷっつり姿を消しまやって、おまけに眼鏡の女の子まで全然見かけなくなっちまった。どこ行きやがったのかな、チキシオ。こら、どこの四つは一時停止だぞ、バカ野郎。あれ？江口の排気音だ。あいつまだ走ってんのか？うん？えっちゃんの音ね。まこさんもそう思いますか？三代目じゃないの？そうか、三代目か。そうか、
どこ走ってんのかな。